はい、皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日からね、マインクラフトね、PC バージョンね、 Java エディションと書いてありますね、まあ、パソコンでね、まあ、やれるモードなんですけども、こちらの方をちょっと今日から久しぶりに、まあ、やっていこうと。まあだいぶやってました。なんだろうな、プレイステーション4版でだいぶやり込んでたんですけどね、まあ、しばらくやってなくて、もう何年やってないかな、2年近くやってないかもしれない、うん、まあ、なのでね、ちょっと原点回帰というか、私マインクラフトの動画実況がね、まあ、何なら一番最初だったんですよ。前のチャンネルだったんで、今のチャンネルにはちょっとないですけれども、うん、まあ、何もね、喋るのが恥ずかしくて何も喋れないようなね、実況動画でしたけど、ちょっとね、久しぶりにちょっとマインクラフトの動画を、うん、まあ、ちょいちょい見てたら、ちょっとやりたくなったなというのがありまして、ちょっとね、やってみようと。まあ、そんなにね、しっかりやる感じじゃないんですけれども、まあ、ちょいちょいね、まあ、挟んでいく感じの動画になると思うんで、まあ、よろしければお願いします。というわけでね、じゃあやりましょうか。ね、頑張って、コントローラーで、私ね、キーボードとマウス、うん、まあ、使えることは使えるんだけど、なんていうのかな、ゲームでね、アクションさせるのに、キーボードとマウスっていうのはちょっとね、苦手で、うん、コントローラーでね、やれるように設定してきました。うん、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、自分のワールドの名前、ちひろの、ポってなる。の、正解。これでちょっといきましょうか。うん、さてと、ワールド新規作成、うん、ゲームモードサバイバルでね、その他のワールド設定、構造部の生成オン、ワールドタイプデフォルト、うん、スーパーフラット、大きなバイオーム、コンプリファイドってなんだ、当然のコンピューターが必要です。ビュッフェ、なんだろうね、ちょっと今度試してみたいね、これどういう違いがあるのかな、ね。ボーナスチェストをちょっとオンにさせていただいて、チートはなし。こんな感じかな。まあ、あ、そうか、シード値とかあるんだね。まあ、なしで。もう、どんな世界になるか、もう、お任せだと。さあ、じゃあ、これでやっていきましょうか。ワールド新規作成。まずは夜に向けた音、なんかでもちょっと良さげな、あ、ちょっと待って、ごめんなさい、ね、 OK、 うん、ここから再開しましょう。ね、なんだろう、シェーダーパック入れてます。オプティファインっていう、パソコン用の、パソコン用ですか、PC、まあ、Java エディション用の、まあ、モッドですね。うん、まあ、どういうモッドかというと、まあ、基本的にはね、ゲーム、ベースゲームの、うん、ブーストができるという感じかな。うん、で、それに加えて、なんだろう、これシェーダーに、シェーダーモッドを、まあ、簡単に扱えるようになると。まあ、ちょっとなんていうのかな、いろいろ便利なモッドだと。なんかね、ゲーム、ゲームバランスをね、ぶっ壊すような、うん、まあ、ものではないので、うん、ちょっと入れてますと。それに合わせてシェーダーパックも入れてますんで、ご覧の通り。ね、水のね、揺らぎというか、ね、反射とか、あと何ていうのかな、こういう影ね、植物のね、裏にね、太陽から、ね、右裏側に影ができると、うん、いい。さてと、じゃあね、ちょっといいところだね、あれだ、お花畑バイオームのところだね、これね。
こんなところから始まるとは。で、見てください、皆さん。私、最近のね、パッチとか全然分かってなかったんですけどね。魚が実装された。魚というか、この水回り。うん。水中関係の、うん。アップデートがあったんですよ。だからなんか泳ぐことができるようになったらしいのね。うん。素晴らしい。ちょっと待って。この、ボーナスチェストっていうのを、あたたたた。お、いいじゃない。石のつるはし。はい。これ、ボタン1個でポンって持ってくるみたいなやつ、どうやるんだったっけな。ちょっと調べとこう。いいね。木材がたくさんもらえました。とりあえずしばらくはこのパンで食いつないでいくと、うん、なのでパンを、あ、間違っちゃった、あ、間違っちゃった、うん、これは2、これ1にしようか、うん、あ、ここだ、ごめんなさい、ここだわはいはい、で、棒をおりんご持っとこうか、まあ全部も今のところ持っとこうかね、うん、はい、これで、十字木植えて、うん、あ、それでね、あれだ、このねランタンと、うん、この宝箱守っとくと、うん、この辺りにだからちょっと家をまあ作りますかね、どこに作るかな、まあ初期リスポーン地はここですから、ここに作るのはまずはいいのかな、うん、まあだからどんどん木を刈りましょうね、はい、もうこういう、ね、何かを刈ってるとかね、取ってるみたいな序盤はちょっと映しますけども、うん、そのうちもう完全カットにしてきますんで何も面白くないじゃん、ここで、ここ見ても家ができていく様なんかをね、ちょっとみんなに見ていただきたいっていうのがあるんで、ほっ、多分結構だまりになるよ、ここは申し訳ないけど、ほっ、これさ、なんかあったよね、あ、十字木上か。これを入れ替えました。うん。はい。んで、ん？これか。何番だ ?1234567。7番に持ち替えて、ちょっと置きますと。あら、間違えちゃった。うん。ちょっと置きますと。でだ、一番に持ち替えて。んー、あ、これ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 。皮むけるようになったんだよね。そうそうそう。これがね、ありがたいんだわ。これでね、丸太のログハウスみたいなのできるでしょ。これを取ると、このブロックなんだ。なるほどなるほど。最初に向いてから取った方がいいな、これな。ちょっと、今のやつを、なのか。全部。はい、で1に変えて、うん、いやー、いいですねー、うん、いいじゃないですか、ちょっとまずはね、ちょっとね、ここにね、まあ何を作るのかというと、まあ避難するための壕を作ると、うん、まあなぜ、あ、ちょっと待ってね、設定ちょっと変える、これかオートジャンプにしてたな、多分、操作設定かな、オートジャンプを、うん、これオフにして、
魔術の操作の反転、魔術の感度。魔術の感度ちょっと弱めにしようか。これね、なぜかっていうとね、コントローラーを、もうマウスのね、移動みたいのにちょっと置き換えてる。あ、ちょうどいいわ。ちょうどいい、ちょうどいい。マウスの感度が悪くなったから。そうか、そうか。ここも設定だと直さなきゃダメだね。ちょっとまずは、まず生きるための 行動を起こそう。ちょっとね、この辺りなんかにだ。あ、そうだ。苗木が。ちょっとダメだ。今これやったらダメだった。まあでも別に100でもいいのか。ちょっとね、感度が良すぎ、ここ、ほら、思ったところに行かないみたいなね、感じになってたわけ。じゃあね、あ、これで移動できるわ。なるほど。何も持たない状態。棒切れでやろうか、じゃあ。別に棒がね、棒で削ってるわけじゃないんだけど。もう石やる。もう石やるじゃない。あ、そうか。石を手に入れたら、なんか、アチーブが達成された。ちょっと待ってね。上の感じ見てから、もうちょっと奥まで行ってから広げた方がいいね。こんなとこかな。このね、石も。あ、そうだ、皆さん、このね、オプティファインのありがたいところ、これ。これ、松明ね、左持つとね、明るくなるの。ね。これ、すごいありがたい、モッドでしょ？これ、だから、こういうところを、左にね、松明持ちながら、冒険すると。これはもうほんとなんかな、ちょっと、なんていうのかな、風情が出るというか 風情が出るという表現でいいのかな。まあね、そんなにしっかりしたものじゃなくて、ここでしばらく生きていければいい。その広さがあればいい。まあ、こんなもんですかね。まあ、こんなもんかな。で、これね。で、まず何作るのかって言ったら、今の手に入った木材たちで、どれだ？作業台も作れる？作業台、あ、こういうことだよと。なるほどね。これを持って。ここなの？ あ、ずれてんのか、これ。なるほど。で、作業台、1個。作業台1個でいいね、別にね。ちょっとこれ、慣れる必要があるね。もう夜来る！夜来る！ちょっと待って。危ない危ない。まずランタンを1個ね、設置しよう。それで、作業台を、ここに置いて、で、こっから、まずドアを作らなきゃならない。奥のドア。まずこれだな、オークの、ジャングルじゃない。オークの木。ジャングルの木材だな、これ。オークの木材だね。そうそうそう。これを入れまして。で、これを入れましてと。で、ドアを作りますから、ここに。こう。作業台はあれだね。ちゃんとしてるね。1
個作って、あ、3個もできんだ、これで。いらないな、こんなに。まあいいか。で、ドアを、あれ？反応悪い。これね、これでドアをここに、ポチッとすると。これで夜間は安全ですと。ね。そうなんですよ。で、今のうちにここでできるものを作っておこうか。まずね、ボートも作れるのも早いな。まず武器ですよ。何かしらがあった時にね。木の剣。なるほど。で、棒をここに置くと、木の剣。木の剣、まあ、一個でいいか、まずは。石の剣でいけたんじゃないの？もしかして。石の剣いけたんじゃないの？ほら、石の剣いけるわ。石の剣だ。で、まだシャベルいらないかな。石の斧作りたいね。石の斧。はい、オッケー。で、あと必要になってくるのは、まあ、いっか。まずね、しばらくはね、まあ何をするかというと、まあ日中は丸太を、丸太をもらうと。もらうっていうか、買ってくると。使い切るまで使おう。リンゴ食べましょうか、じゃあ。ちょっとまだコントローラー操作に慣れてない。まあ、もちろんキーボード操作にも慣れてないんだけど。まだで別にいいか、別にお腹空いてねえかったわ。宝箱を置こうか、ここに。はいっと。で、ここに、入れていくと。木の剣ちょっとまだいらなかったね。で、ドアはもう今はいいと。戦力岩かな？名前。多くの木材。土はまだいらない。苗木も。丸太をどんどん。ジャングルの原木もまだいらないわ。よし、あとは夜が明けるのを待ちましょう。いるかな？ちょっと試しに出てみこ、見ようか。怖いな。ちょっと待って。石の剣。盾を作った方がいいね、そのうちね。盾すごいいいらしいんで。盾があるぐらいのパッチはまだ私は。これね。よし。どうだ？あ、いるね、ゾンビね。あそこにね。どうすか、こっちは。あ、クモとかいますよ。あっちにもいるでしょう。まあ、しばらくここから木を買って、丸太にして、ちょっとここにね、なんだろう、ログハウスみたいなのを作っていこうかなと。いうのがまずの目的だね。昼短いなぁ。綺麗だね。あとベッドだな。そう、ベッドが手に入れば、夜間をやり過ごせるからね。鉄をちょっと取っていくみたいな作業してみようか。これを、ここをさ、もう、坑道の入り口みたいにしたらいいんだ。よし、じゃあ、やるか。おう、ゾンビの声が聞こえますよ。石のツルハシじゃちょっといるな、たくさん。じゃあね、ここから早石速、のツまあ、ル。ブランチマイニングというやり方ですね、これは。ここから行きますか。
から掘り下げていきますか。4つ掘っていくと、目の前から4つ掘っていくと。はい、ありましたよ、ほら、早速。石炭ですね、これ。いいじゃないですか。まずは石炭と鉄がいりますからね。で、今多分ね、石もだいぶ手に入ったんで、こっから。あ、もう壊れた。かまど作ると。かまど作って、まあ、鉄を生成する、ね。鉄を生成するために燃料として、この石炭がいりますと。たくさんあるなぁ。マグマ音が声出したら、こうちょっとね、遠目から、お、来ました。これが鉄だね。このリソースパックでの鉄の、鉄鉱石はこれです。もうないね。よし、ちょっとこんなもんでいいかな。もう真っ暗だから敵が出てくる可能性があるからね。剣を持っとこう。ここにだからね、松明を、作っとかなきゃダメ。作って、設置しとかなきゃ。そうしないと、ここに敵が湧いちゃうんだね。でももう朝来てるだろうな。来てましたーね。ここにちょっとドアを設置しようか。これで、もし敵が中に湧いても、となりますな。よし、じゃあちょっと、これ、クリーパーはね、日の光で消えないんで。残るんですよ、日中。まあ、だから、気をつけないといけない。あれ？間違っちゃった？はい。これでいこう。で、とりあえずもう、どんどん。木を買っていく。で、夜に、ね、さっき拾ったものの作業をすると。白樺だな、これ。これか。うん。どこか見るよ、さ、どっかに、近くにいるよ。マイカとりあえず。で、一回、作業台で作るのかな。かまど作ろう。かまど。違ったか？違うみたいだな。半分取っちゃった。半分取るとこういうことなのか。こうだったかな。あれ違う？もういい、調べよう。便利なやつ。かまど？あ、こっちか。かまど。あ、なんだ、囲むのか。なんだなんだ。あ、それであれだ、これ。ここをやればいいんだ、別に。やらなくてよかったんだ。知らんかったー。で、かまどを、入れ替えて。はい。で、かまどをここに置きますと。かまどこ。は？
ちょっと待って、何これ。かまど置いたよね、俺ね。まあいいか。とりあえずいい。とりあえずわかんない。もう、どういうことかわからない。ここに鉄鉱石置いて、燃料置いたら、ここで鉄ができると。これはもうほっといていい。なんだろうな。設置した場所悪かった。で、そっか、企業を買うんだった。多くの木が欲しいんだよな、たくさん。用としてるかって、これをね、全部ね、木のブロック壊さないと。あ、もう夜来てた。はい、戻ろう戻ろう。辻どこだっけ。こっちだな。あ、怖い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 。でも鉄ができてると思うから、鉄をああ。変わったかまどになっちゃったな。鉄をもらう。一回外そうか。で、かまどだね。これかまど、あ、ごめんなさい。間違えちゃった。これじゃない。慣れてねえ。慣れてねえ。黒糖小鉢。ああ、やっぱもうこれなんだ。どこに置いてもかまどこれなんだ。やだな。やだな、こんなかまど。ちょっと、あれだな、リソースやっぱりちょっと今の適したやつに変えた方がいいのかもしれない。ちょっと考えとこう。で、鉄が取れたんで、ハサミを欲しいんだ、これ。ハサミを取って、1個でいい、まず。盾。あ、盾できる、盾できる。盾1個。よし。鉄の剣。鉄の剣もいけるね。とりあえずこれでいいでしょう。だいぶこれでサバイバル能力が、高まったはず。とはもう一回寝るだけだね。ちょっと夜が明けるまで、マイニングしますか。敵が湧いてる可能性あるから気をつけよう。大丈夫そうだな。大丈夫そうだ。でだね、ブランチマイニングですから、こっから。1、2、3個目からいく。あったー。折り返そうかな。上に何かあったりする可能性あるから。お！
怖っ。怖いな、ここは。真っ暗で何も見えないし。下は？下は別に水じゃない。あそこに溶岩がある。あそこに水辺あるな。下にいるね、クリーパーがね。ここは要探索場所だな。この辺りに作りますかね。いや、いい景色のとこだな。じゃあね、まずはアイテムを丸石を入れて。始めましょうか。あ、なんで投げた？ まず丸石ポンと。どうしようかな。1、これで何ができたかというと、土台にする場所ができたと。でですね、ここに、おっと、そうだ、忘れてた。このミッションよりも大事なミッションがあったもん。これですよ。まずは、羊ちゃん見つけて、ねえ、羊毛刈らなきゃならない。まあ、この辺りいるはずなんで。ほら、牛とか馬とかいっぱいいるから、羊ぐらいいるでしょ。あ、8号ある。豚もいっぱいいる。鳥さんいるね。羊ちゃん、おお、卵いっぱいありがとう。卵いっぱいありがとう。いた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 ー、はい。すげえいるじゃん。すげえいるじゃない。すげえ動物たちの宝庫じゃない、ここ。あ、こんにちは、ちょ、ちょ、なんで、なんで。よし。あ、そっかそっか。サブのもの持ってたらハサミ使えないんだ。ありがとう、ありがとう。けだけだ、お前からもらうのが。どこ行った？取ったか？取ったっぽいな。ごめんね、寒いね。寒い寒い。ここはでもあったかそうだから。大丈夫っしょ。はい、ありがとう。はい、ありがとう。羊毛ありがとう。いや、ここは動物たちに結構助けられそうな気がするな。周りにいっぱいいるよ。鳥さんから卵もらってね。でね、私の中でのルールなんですが、ひまわり畑、
家畜とする、まあ、食料源とする家畜はもう牛だけに限定しますと。牛もいるね。他の動物たちはできるだけ殺さないで、行くと。まあ、牛には申し訳ないけど。おっと、ゲームに戻る。もう来ちゃうな、もう来ちゃうな。早い。日中の時間が短すぎる。この設定変えれたらいいのに。あ、洞窟あるよ、ここから。違うじゃない。洞窟じゃない。ただのくぼみ。馬がいるね。よしと。でですね、ベッドを作りますと。あれ？どこにあるの？あったあったあった、これ。ベッド。よし、これで。これでですよ、ようやく。日中作業にね、集中できる。これを、ここに。どこに置ける？これ置けない？こんなとこ？ すごい すごい嫌だ、ここ ここしかない。ちょっと一回取ろうか、一回取ろう。で、広げよう、ここ まあ、もう、しばらくの間だけだけどね、ここで。OK、これで朝が来てるいいです。これでですね、まず丸太を一つ乗せる。ここの高さのには一つ乗せる。よし。そしたら、板を張りますと。ハーフブロックの方がいいかな。ハーフブロックの方が板噛んでるか。作業台こっち持ってくればよかったね。まずは、通すと。1本ずつね。でね、なんで丸太を、ちょっと 丸太をこう、一本立てておくかっていうと、これをね、まあ、支柱にしていく、このね、家の。まあ、なので、これがね、大事になってくるんですよ。あ、ちょい。だからね、俺、浮いてる建築、すごい嫌なの。そのためにこうやってね、わざわざめんどくさいんだけども。これだから本当に、だから自分でね、自分でっていうかね、木造の建築をするときにどうやって作っていくかみたいなことを、ちょっと考えながらやる。っていうのが私の中でちょっと大事だと思ってるんですね。もうない？もうハーフブロックない？
いやー、これは ねえ。すごいいいところに初期リスポンジができたね。本当に すごいいいとこ。景色はいいしさ。山もちゃんとあるし、ね、木もあるし、動物たちいっぱいいるし。すごいじゃない。引きがいいな、今回は。もう、あれだな、貼っとこう。もうこの綱渡りみたいなのも嫌だ。この上にね、まあ、家建てんだけど、このね、全部に家建てるっていうのはちょっとね、ナンセンス。この土台の一角に家を作る。ていうのがおしゃれです。こうね、全部にね、こう家建てちゃいがちなんだけど、それは必要ない。家を作ったところで家の中にずっといるかって、そんなことないの。大体の屋外です。まあ、だからね、家なんてこじんまりしてていいんですよ。でっかいね、もちろんそれは夢があっていいんだけどね、でっかい別荘とかね、城とかね、建てるぞっつって。建てるの全然いいんだけど、実用性があるかっつったらそんなことないわけだ。でかくなってくんだったらもう倉庫ですよ。あ、ちょっと。倉庫でかくなっていくわけ。いいじゃないいいじゃない。いい感じになってきてますよ。ここはマウスの方がいいのかな。あ、ここマウスの方がやりやすい。あ、面白いな。マウス右手にね、左手コントローラーみたいな。ああ、やりやすい。で、結構ね、近未来チックな建物を私嫌いというか、嫌いっていうかね、世界観を大事にしたいっていうのが、まず私ゲームの中にあるんで、そんなに進化した文明かなっていうとね、そんなことない。だいきなりね、じゃあ、こんな世界に、バーンって降ろされて、お前ここで生きろって言われた時にどんな家を作っていくだろうかってなった時にやっぱり木造だろうと、最初はね、まあ進んでって変わっていくならいいと思うんだけど、まあだからね、なんだろうな、最近の現代風な家みたいなのはちょっと作らないかもしれないんで、私の動画では。よし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 、土台ができました。でだな。1個ずつ立てとこうか、とりあえず。と1個足りない。それを考えてなかったわ。木材の調達方法っていうのがあります、私の中で。これでね、周りからね、もちろん木をね、今みたいに伐採していくんだけども、そうするともう、なんていうのかな、結果的にはもう、木がない世界になっちゃうわけ。だからね、こうね、
わざわざ自分の、建築してる近くに、ね、植えていきます。何ブロックだったかな。1つ、1、2、3、4、5で8。1、3、4、5。1つ、まあ、いっか。1、2、3、4、5。おい、ここじゃないよ。君はここだ。OK だね。で、これが、まあ、成熟するのを待つと。まあ、とはいえ、間に合わないんで、ある程度は、ある程度伐採しないでやってられない。すごい、これ鮭ね。こうね、木をね、こう、ま、大事なんだけど、これをやってなかったけども、時間がね、大事だったんで、もう今、ベッドができたんで、ちょっとゆっくりできるんで、これね、葉っぱがね、全部、消えるまで待ってください。できるだけね。やってらっしゃる方は、もう、そんなの今更言われてもないよと思うんだろうけど、まあ、初めてこのゲーム見る方とかね、苗木が落ちるわけ。ちょいちょい。まあ、リンゴとかも落ちるわけ。で、その苗木が大事なんで。出てこないの。まあ、他のやってるか。で、これ余裕が出てきたらね、これ、買ったところにね、落ちてきた苗木一本植えてやるっていう。これ出てきたね。こうだったかな。またしばらく経てば、落ちてきたやつが。この辺りにコウモリがいる。もう夜になるの？早くね。なんだか。ここだったね。早い。ちょっと 苗木拾いたかったんだけどな。もう一回寝ましょう。生きるってことは大事。景観を守るのも大事だけど、生きるってことはまず大事です、このゲームね。早いな、夜が。ここの脇対策もちゃんとしなきゃダメだね。いずれ。よし、寝る寝る寝る。寝る、今寝る。はい。いい、寝たー。よし、続きだ。まだ途中じゃないかよし、それでだ。高さ3でいいのかな。まあ高さ3か。4だとちょっと天井高すぎみたいなになってくるかもしれないから。
まあ、あれだからね、天井って言えば2階の床もハーフブロックだからね、3.5ぐらいの、まあ、高さになるはず。あ、またそれであれだ、やっちゃった。ちょっとあれだね、1階、足場作ろう。あ、違う。これ、ダメだな、やっぱ。三人称じゃ。無理。ここはやっぱり、FPS して。階段作りましょう。というかね、今日はここまででしょう。まあね、どういう形になるかというと、このね、4ブロック、4チャンクって言わないけど、この4つのブロックぐらいがね、4つのセクターぐらいがこの家になります。家部分になると。で、周りが、まあ、テラス。で、ここに階段ができて、ね、下に行くようになって、あそこになんか桟橋的なものを作って、そっから、まあ、ボートでね、ちょっと川をね、降りたりするようにできると。多分ちょっと川長そうなんで、この感じ。で、まあ、入り口をここに作って、この辺り作って、で、入り口に近いところに階段なんで、ここに2階に上がる部分ができるかな。多分。ちょっと今マイク叩いちゃいました。ごめんなさい。と、まあ、そんな感じになりますかね。まあ、基本的なものがちょっと見え隠れしてきたという感じじゃないでしょう。だから家がね、ちょっと崖から張り出したところに、まあ、立つよという形になるだろうね。だから見晴らしのちょっといいところに。あ、下はもう川のせせらぎが、聞こえる。まあ、こう、通ってないな。向こうに川があるんだったら、これ、そのうち開通させようか。あ、川はないですわ。なるほど。で、やっぱりね、もう、新しい、なんていうのかな、バージョンで。え、何これ？おーっと、こんなところに縦穴、しかも鉄あった。ちょっとここも要探索ですな。と、まだ周りも全然探索してないしね。山のてっぺんにも行ってないし。よし。そう、まあ、話途中だったけども、まあ、漁業が、まあ、できるだろうと、ある程度ね、牛に頼り切った生き方をしなくても大丈夫なんじゃないかと、ちょっと魚関係のね、食料自給をちょっと考えていこうという感じの対策を今後していければと、いいね、気が2本立ってます。と、まあ、そんな感じで今日はここまでにしましょうね。次回、この家を完成させるところまで。まあ、完成までいかないかもしれないけど、外観ができるぐらいまで、あとね、ちょっと魚と戯れられるようなことをしていければと思います。というわけで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ごきげんよう、さよなら。お疲れ様。